まずは第2クォーター、このプレー、はい、少し弾いたボールを、はい、ここから八木よくキャッチしました。クォーターバック快速を飛ばしてリカバーしロングゲイン、これはラッキーでしたね、はい、いわゆるファンブルですからね、うん、ヤギ君も早いですよね、まあ、ターンオーバーしてタッチダウン、はい、逆にされてもおかしくないようなシチュエーションはありました ね、 さあ続いてこのプレー、はい、鎌田のディフェンスです。主将最後までその背中で見せました。やっぱり前半ですね、第2クォーターですよね、はい、まあ、この辺りまでは本当によく鎌田君はじめ倉田君ね、はい、よく動いてました。インサイドそしてアウトサイドのプレーによく絡んできました鎌田。途中でね、75番の石塚君がね退場しましたよね、あれが痛かったかもしれませんね、はい、そしてこれは上野へのロングゲイン、うん、やはりこういうパスが一つ決まるとロングパスですね、はい、試合の流れって変わるんですよね、うん、こういったプレーをきっかけに少しフィールドをストレッチした早稲田のオフェンスも伺いましたね。そうなんですね、ですからディフェンスバックセーフティーが下がりますし、そうするとランプレーが出ますよね、はい、早稲田は攻守に渡って光りました、輝きを見せました。そしてこの46ヤードフィールドゴール、いや、この曽木君のキック力は本当にすごいですね、はい、今後激戦がシーズンを通して続く中でかなりの武器になってきます。先制したのは早稲田大学でした。ここから均衡した試合が続きます。このキャッチもすごかったですね、はい、中尾くん2番の中尾よく離しませんでした。タックルを受けながらのキャッチ、さあそしてこのピッチをしてから、そうなんですね、松村一人リーバースのような感じで、はい、1人2人かわして、ここも足の差が出ましたか。やはりね、この辺来るとね、慶応のディフェンダーもみんな足がね、こう止まってましたよね、はい、疲れがあるんでしょうけれど、このタックルミスがあって、この日初めてのタッチダウンは松村です、はい、第4クォーターに移ったこのプレー、ずるずると引きずっていきます、はい、もう強かったですね、はい、もうラグビーのようですね、うん、今日はこのランニングバック陣ですよね、はい、宮宮君、安村君、松村君、このシリーズはもう安村安村安村、最後も安村が決めました。さあハイライトを振り返っていきました。早稲田大学が勝利を収めました。今後も両チーム楽しみですね。楽しみですね。特に早稲田はですね、春調子悪かったんですけども、やはり去年の関東覇者、まあ、東日本ですね、はい、さすがですね、はい、王者の貫禄を今日見せてもらいました。はい、今日はアミノバイタルフィールドから早稲田大学と慶応義塾大学の一戦をお送りしました。早稲田の勝利です。